皆さんこんにちはキャリアコンサルタントの木村ですよろしくお願いいたしますこの講座では大学生の就職活動を応援してまいります私がキャリアコンサルタントとしてよく大学生から、えー、自己アピールするものがないあるいは自己アピールすることがわからないというようなご相談を受けることがあります先輩たちの就職活動を通してエントリーシートが難しかった アピールこそ鍵だぞっていうような声を耳にされているんだと思います確かに自己アピール大切ですですがその前にまず皆さんは卒業したらどのような社会人として社会で活躍していきたいのかあるいはどのように仕事をしていきたいのかまず考えてみませんかもうすでに自分は卒業したらこういうふうにして社会に貢献していくんだ目標が決まっていらっしゃる方もいると思います それ素晴らしいですですが、えー、一方、えー、どうしていったらいいかわからないでも社会に出たら働くのが当たり前だろう覚悟をしていて、えー、そこに向かって頑張っていくしかないなと思っていらっしゃる方それもありです。からもう一つ今はわからないけれども今はわからないけれども今から準備をしておかないと間に合わないでしょうそうおっしゃる方もいらっしゃると思います全てありです。 でここで一つ皆さんに曖昧な中でも構わないですから社会に出てどのような人生を送っていきたいか今まで学生として生きてきた年,年数の2倍も3倍も長い人生がこれから皆さんの中で待っているわけですからそこをどのように過ごしていきたいか仮説を立ててみてください。 そしてその仮説を明確にしていくような自己理解をしながら就職活動に臨んでいっていただきたいと思います4月5月6月経ちますと就職したばかりの、えー、就職社会人1年生ですねから転職をしたいんだという相談を受けることがありますどうしたのって聞くとなんか今まで自分が考えていたことと違うイメージと合わないんだ あるかもしれませんでもそれは、えー、自己理解が足りなかったあるいは企業分析が足りなかった結果間違った選択をしてしまったあんなに頑張った就活だったのに間違った結果に繋がってしまうそれでは、えー、何にもなりませんそこでこの講座ではまず自己分析から入っていこうと思います自分はどのような興味があるのか あるいはどのような能力があるのかあるいはどのような価値観を持っているのかこの三つの切り口で自分を理解していきます興味関心というのは好きこそものの上手なれという言とわざがある通り自分の興味があること関心があることをしていくそれは人間にとってやる気やりがいにつながっていきますから多少大変なことがあってもへこたれず頑張っていきます それから自分の能力できることでですねできることを得意とすることをやっているとやはりさらに上にさらに上にと目標を設定していくことができます。それともう一つ価値観価値観に関しては、えー、自分のやりがいとか自分らしくこだわっていきたいことということです。この3つの切り口に従って、えー、自己分析をしていきます。 この興味関心であるとかできる価値観であるとか能力というものが重なっている部分にそれぞれの皆さんの適性があるというふうに言われていますそれをまず分析をして理解を深めていきましょうでもう一方では企業について分析をしていく必要があります企業はさまざまな業界に分類されます鉄鋼業界食品業界 あるいは教育業界いろいろありますねそれを分析していきますそれからいろいろな職種があります物を作る職種もありますし人に売る職種もありますし管理をしていく職種というものがありますそこも理解を深めていきましょうそれからそれぞれの企業分析です1,000人以上を抱える大企業もあれば、えー、コツコツと長い歴史を積んできた中小企業もあります そういったような企業分析と、この自己分析とマッチングを図っていきます。マッチングというのは、自分はここの企業に向いているぞ、向いているかな、向いていないかな、向いているぞというふうにマッチングを図っていくわけです。そしてマッチングだけでは終わりません。応募する企業に対して、自分はこういう理由で、 オタクの御社で働いていきたいんですということをアピールしなければいけません。マッチングしたものをどのように相手に分かりやすく、ポイントはここですね。企業さん側に分かっていただくようにアピールしていくこと、それが必要だということになります。この講座では、そのように自己分析と企業分析とマッチング、その方法をお伝えしていきます。お伝えをしていきながら、さらに理解を深めていく。 ことを、えー、ここの講座で皆さんとともに学んでいきたいと思っておりますぜひ皆さんの就職活動に役立つように活用していただければと思います最初から会を追う順番に見ていただいても結構ですしご自分が苦手だなと思うところから入っていただいても結構ですそれでは皆さんどうぞフルに活用していただきたいと思います